はい、じゃあ、まじです。よいしょ。で、今回なんですけどもね、ついに京都戦がね、近づいてきたということで、もう、6ポイントマッチで非常に超重要なゲームということで、今回ね、徹底でもやっていこうと思うんですけれども、その動画撮ろうと思っていた今なんですけども、本日、7月16日なんですけども、ありてるんでね、まあ、金曜日かと思うんですけど、まさかの、ジョルディ・クルークスがジュビロ磐田に加入しました。いや、これはでかいです、この補強は。非常にちょっとびっくりしました。本当に今です。マジで。ただいま、マジで。本当にただいまの時刻が、5時20分ですね、本日。4月16日火曜日、5時20分なんですけれども、先ほど5時に、ジビロとツイッターの方でパッと見たら、まさかの、まあ、これ、インスタとかで言ってると思うんですけど、まさかのジョルディ・クルークスが、ジビロだったら移籍と、セレッソ大阪から、えぐすぎないこれで、これ激アツ展開で、ちょっと本当もう動画撮ろうと、京都さんの動画マジで撮ろうと思ってた。本当直前なんですよ。直前に来てびっくりして、まさか。いや、本当にちょっと嬉しすぎますね、本当に。ジョルディ・クルークス、めちゃくちゃ強い選手で、僕もね、アビスパ時代からね、すごい上手い選手で、左足めちゃくちゃ上手い選手でね、フリーキックも蹴れるし、シュート性もあって、力のパンチ力もめっちゃ強いし、外国人選手とかで、いや、これガチで本当嬉しいなっていう限りで、ちょっとね、もう20分前なんですけど、もう10万インスピレーション、いいねが1875、リポスト1117、いいね43ともどんどん増え続けてますということで、もうコメント欄とかも非常に嬉しいコメントがいっぱいありますね。本当にまさかとかね、嬉しすぎる、やばすぎる、サプライズ最高とか、いやマジでね嬉しすぎます。ちょっと本当に動画撮ろうと思ったんですけど、申し訳ないです。まあ一旦これ置いといて、まあ挑戦やろうと思うんですけど、まあまずはね、ジョルディ・クルークス本当に加入ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。でかすぎる、マジでありがとうございます。ということで、一旦本題に移りますので、今回ですね、京都戦の徹底展望をやっていこうと思います。ということで、はい、ということで、ね、4月20日ですね、7時キックオフ山マスタジアムで行われるジュビロ磐田バーズ、京都さんが FC ですね。京都さんが FC は、ね、現在19位ということで、勝ち点22、23試合を得て22と5勝7敗11敗、得失点差がマイナス17という感じになっております。まあ、磐田との勝ち点がね、2しかないので、磐田が24なので、本当に超危険です。もう絶対、絶対勝利で、もう行ってほしいなというふうに思ってます。京都さんが FC からしても、残留のためには、絶対勝利って思ってると思うんでね、本当に、お互いのね、真っ向勝負ということで、ね、もう全力で総力戦になると思うんでね、絶対勝って、もう弾みを捨てたいなというふうに思ってます。ということで、まあ、ジュビロ磐田なんですけど、まあ、湘南戦でちょっと非常に、もう悔しいというか、もうゴミダメダメな試合をね、見せられて、5-0の大敗とかで、もう絶対勝たなきゃいけない試合だったんですけども、5-0負けてしまったんで、本当に絶対勝利で切り替えてほしいなと思っていますので、まあ、京都さんが嬉しいなんですけど、結構強いです。ちなみに、6月26日の柏戦以降、まだ負けがないんですね。2対2で、湘南、柏戦2対2で、湘南戦が1-0で勝利していて、福岡戦も2対1で勝利していて、そして、まあ、前回行われた浦和戦に0-0という感じで、一応ね、4試合が負けなしと、普通に弱くはないです、マジで。まあ、ですけど、前回対戦でね、岩田勝利しているので、まあ、多分相性的にはいいかなと思いますんでね、シーズンダブル目指して頑張ってほしいなというふうに思っているんですけれども、まあ、今回ね、ちょっと共同戦の大事なポイント2つ用意しましたので、ちょっとそれを発表しようかなというふうに思ってます。いや、もうマジでね、ほんとこれはもう絶対勝利でいかなきゃいけないので、ね、残留のためには絶対勝利で頑張ってほしいなというふうに思ってます。ということで、1つ目のポイントがこちらです。どうぞということで、まずはね、走る。3戦ではね、あんまりね、走ることができなかったので、しっかりと選手同士声かけ合ったりして、一生懸命走って、カウンター行くときには、全員が走っていって、逆に守備するときは逆に全員が戻って、走ることが非常に重要かなというふうに思いますんで、全員が走ってね、勝利へと、導いていければね、非常にいいかなというふうに思っています。ということで、続いて2つ目ですね。でも本当当たり前のことなんですよ。まあ、湘南戦にそれができていなかったんで、しっかりと、それを修正してね、頑張ってほしいなと思ったんですけど、続いて2つ目。2つ目がこちらです。どうぞで、勝利への意識、そして姿勢がね、非常に重要かなというふうに思ってます。まずこれは本当にもうね、どのチーム、全チーム、もう本当にどこのクラブも受容するべきことなんですけども、ジュビロが非常に足りないということで、こちら用意させていただきました。この2つはね、もう当たり前のことなんですけれども、絶対ね、そう、湘南戦できていなかったので、京都戦には絶対、直していくべきかなというふうに思いまして、この2つにしましたということで、勝利への姿勢、意識ですね。しっかりと勝利への意識を見して、まあ、態度だったりとか、プレーの質とかを高めていけば、自然的に多分得点は生まれると思うし、自然的に守備とかもね、良くなっていって、無失点に抑えることができるので、しっかりと勝利の姿勢、そして意識をね、持つことが非常に重要かなというふうに思います。しかも、ホームなのでね、絶対勝利で頑張ってほしいなというふうに思ってます。やっぱ湘南戦もね、本当に、5-0止まってないのにかかわらず、最後まで声を出してくれるサポーターの皆さんには、本当に感無量、すごすぎる、マジで。僕もパブリックビューイングで見てたんですけども、最後の最後まで最後の笛が鳴るまで全力で応援したジュビロサポーター。全力でね、勝利に向かって突き進んでほしいなというふうに思いますね。その勝利して、そして意識も非常に重要かなというふうに思ってます。それは、選手とかサポーターだけではなくて、まあ、監督だったりサブのメンバー、みんなが
そうやって勝利の意識を持つことが非常に重要かなと思いますんで、まあ、先制したからってあんま負けだって思うんではなくてね、しっかりとさあここから逆転しようぜとか、まあ、もしね 0-0 だったらここから得点していこうぜ、どん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 追加で狙っていこうぜって、こういう意識姿勢が非常に重要だと思うんで、それを見せていけば絶対に追加点だったり逆転を持つことが絶対できると思います。マジで3-4-1-2 ですねのシステムにしましたけど、スタメンもね結構変えて、まずゴールキーパーも変えまして、杉本美月選手だったんですけども、三浦瑠麗選手にしました。別にこれは杉本美月選手が悪いってわけではないんでしょう、まあ、僕個人的にちょっと三浦瑠麗選手今シーズンほぼ見れてないので、そろそろちょっとねスタメンで見てみたいというふうに思ってます。まあ去年もね、おととしもずっとジュビロ磐田の守護神として頑張ってくれた選手なのでね、あのビッグセーブも何発も見れてるんで、ほんとすごい上手い選手ありますね。そろそろ個人的には、ね、見たいなというふうに思ってます。ので続いて3バックの部分ですね。3バックは松原、鈴木海斗、ハッサンヒデ選手来ました。いやもうね、新加入選手ですね、最近来たんですけれども、ちょっともしかしたら登録の関係もありますんで、もしかしたら出てないっていう可能性もありますが、まあ僕の希望としてね、これにスタメンにしましたということで、まあぜひ出てほしいなというふうに思ってます。やっぱ湘南戦みたいにね、ちょっと非常にダメな試合をした後はね、ちょっとフォーメーションをごっそり変えてみたりとか、スタメン変えてみるってところも非常に重要でありますんでね、僕の希望でハッサンヒデ選手にしました。ということで続いて4の部分ですね。4の部分は左から古川、レオ・ゴメス、上村、ジョゼという感じになっています。まず古川選手なんですけど、まあベルディ戦もね、ゲッツない、ドリブルもありましたし、まあ、しかもね、月間のベストヤングプレイヤー、そしてベストゴールをね、記録したね、まずおめでとうございます。それもありますんで、しっかりぜひスタメンで見たいなというふうに思ってます。ちょっと毎回ね、途中交代だったりとか、湘南戦も非常にちょっと遅い段階での交代だったんで、もうちょっと最初から見たいなというふうに思いましたね。最初にスタメンにして、大暴れしてほしいなというふうに思ってます。そして続いて、ボランチ、レオ・ゴメスと上村ですね。まあ、上村のボランチめちゃくちゃうまい。あと、レオ・ゴメスも、ボール出し能力もうまいし、パスの精度とかにも非常にうまい選手でありますのでね、この2ボランチ非常に期待ですね。そして右サイド、ブルーノ・ジョゼ選手ですね。まあ、今まで松本雅也選手だったんですけども、やっぱね、もうちょっとね、そろそろ変えた方がいいかなというふうに思いましてね、ちょっとジョゼ選手にしました。ジョゼ選手めちゃくちゃ湘南戦良かったと思うんです、僕的には。初めのね、シュートも打ってくれましたし、やっぱ相手選手のね、尊敬だったリスペクトの部分も持ってて、非常に、いい選手だなというふうに思いましたね。ぜひスタメンで、プレーもね、非常にいいと思いますのでね、頑張ってほしいなというふうに思ってます。そして、一度部分が山田宏選手ね。やっぱ山田宏選手はね、やっぱ本当に、まあ、クラブをね、非常に分かってる選手で、キャプテンということでね、やっぱ勝利の執念だったりとか、勝利の貪欲さが非常に高い選手ありますね。そういった山田宏選手の良さをね、いいプレーを、勝利につながる、そして得点につながる、ね、ようなプレーをね、見せてほしいなというふうに思っています。ということで、続いてラスト2トップですね。マデス・ペイショットとジャミン・リョウということで、これも何回も言ってましたけども、最強のね、2コンビということで、やっぱペイショ選手はね、本当に何回も言ってましたけども、身長が高い選手で、ポストプレーもめちゃめちゃ上手い選手なので、やっぱそういうのを、しっかり生かしてね、2列目の選手が、ね、上がってきて、古川選手のドリブルとかでね、切り裂いていって、クロスにジャミンとかもね、非常にやってほしいなというふうに思いますので、ね、頑張ってほしいなという。そしてジャミン選手もね、ボール保持能力もめちゃくちゃ高い選手で、しかも得点能力も非常に高い選手なのでね、この最強2トップをね、しっかりと生かしていってね、得点、そして勝利をね、目指してほしいなというふうに思ってますということで、スタメン発表していったんですけども、そしてサブのメンバーで発表していると思うんです。こちらなんですけども、杉本、金子、ウェベルト、西久保、平川、森岡、上原、力也という感じで、金子翔太選手はね、対人がめちゃめちゃ強いし、ピッチで暴れまくる、めちゃくちゃいい存在でありますね。後半相手が疲れてきたタイミングで出して、暴れまくって、ね、得点、そして勝利、メジビックプレーをね、見せてほしいなというふうに思っています。まあ、金子選手もね、湘南戦で、ね、ちょっと、グラサ選手がね、レッドカード出てしまった時にね、交代して伊藤真希人選手が出たと思うんですけど、その時非常に段悔しいし、やっぱ本人が一番悔しいんだよね、その悔しさを、この京都戦でね、晴らして、ぶちかましてほしいなというふうに思っています。まあね、ベベルトの選手だったりとかね、あまり、出場機会も得られないので、ね、しっかりと出て、頑張ってほしいなというふうに思っています。まあ、とりあえず京都戦、もう本当に、マジで総力戦、もう全員で勝って、ホームなんでね、絶対勝って、シーズンダブル目指してね、頑張ってほしいなというふうに思ってます。マジ全員で勝利をかっつかみ取りました。マジもう湘南戦のね、もう嫌なあんな試合を吹っ飛ばしてね、吹っ飛ばすようなぐらいの勝利を頑張ってほしいなというふうに思ってますので、今回の動画少しでも面白かったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、ちょっとその割にはジョルディ・クルークスの遺跡やばない、普通にマジで冷静にちょっとエグいんですけど、めちゃめちゃ嬉しい、普通にマジで。ということで、スコアやっていこうと思います。まあ、予想スコアは、まあ、前回もね、結構大勝でね、もう勝ってたんで、今回もちょっと無失点勝利、3-0 でいきたいと思います。やっぱ、得点前者もやっぱね、ジャメン・リョウ選手、ペイショット選手だったり、そして古川選手、この3ゴール期待したいですね、本当に。マジ頑張ってほしい。最近ちょっと、得点もね、あまりしてないのでね、ペイショット選手、そしてジャメン選手、頑張ってほしいなと思ってます。2トップ、めちゃめちゃ期待してます。そして古川選手、ドリブルのゴール、また見ちゃってください。本当にお願いします。本当に総力戦となりますので、絶対勝って、勝利を目指しましょうということで。ジョルディ・クルークス先生に普通にめちゃめちゃ嬉しい。マジやばすぎなんだよ、普通に。めちゃくちゃ楽しみ、マジ普通に。やばすぎ。
最高なんだけどマジで。あとはね、ハッサンヒル選手めちゃめちゃ楽しみなんでね、ちょっと頑張ってほしいなというふうに思ってます。めっちゃ期待します。頑張ってください。